大丈夫ですか、はい、はい、皆さんおはようございます。これからですね、東別町中記者セミナーの医者養成セミナーはですね、第2回目を開催いたします。前回同様オンラインでの開催となっております。で本日はですね、まあ、取材の方法ということで、まあ、こちらをですね中心に、あと模擬取材とかも見ていただきながら、実際人に取材するというのはどういうことなのか、で実際にどういうふうにすればいいのかという部分をですね、講師の方からお話しいただこうと思っています。講師は、前回同様ですね、塚田さんにお願いしております。じゃあここからは塚田さんによろしくお願いします。おはようございます、塚田です。2回目は、取材の仕方について、お話ししたいと思います。取材というのは記事を書くための最も大事な作業の一つです。人の話を聞く、自分が知りたいことを誰かに教えてもらうという作業です。これは前回と同様に文章も人によっていろいろあるように、取材の仕方も人によっていろいろな違いは当然あると思いますが、基本的なこと、塚田が自分の記者生活を通じて感じたこと、心がけたことなどをお話ししたいと思います。資料を作りましたので資料に沿ってお話ししたいと思います。まず一つ目、礼儀正しくということですね。心構えです。取材というのは誰かに話を聞かせてもらうことです。人に会って話を聞かせてもらうということです。で、新聞なんかもそうですけど、無料でお話を聞かせていただくのが多いと思います。ですからあくまでも相手が分かりましたお話ししましょうという行為で応じてくれることになります。自分は話を聞かせてもらうんだという謙虚な心構えを忘れないようにしましょう。それから2つ目、自分が何者であるのかと、なぜ話を聞きに来たのかと、ということを最初にまず明らかにしましょう。どこの誰ともわからない人間にあれこれ聞かれてもニコニコっとなかなか話ができるものではありません。自分は東別町中ニュースの記者ですよとか、町づくり株式会社の依頼を受けて、ニュースを今取材しているんです。私は東別に住んでいる、塚田と申しますというような自分が何者であるかをまず相手に伝えましょう。そうすると相手はそうなのかということで、安心してくれると思います。あとこれはあればなんですけども、町中記者ですよというものが分かる腕章なり ID カードがあれば、それを目立つところ、腕に巻く、首から下げるなどするのが親切です。それから3つ目、実際に、取材するときなんですが、言葉遣いは丁寧にしましょう。これは社会人の常識ですね。偉そうにしないこと。それからこれは、やはり社会人の常識ですけども、身だしなみはきちんとしましょう。それから話を聞くときにだらしない格好しない方がいいと思います。きちんと聞いてますよということを態度でも示しましょう。
続いて、実際の作業に入ります。まず取材の進め方なんですけども、やっぱり相手の時間を拘束する行為ですから、まだ手際よく済ますことが大事です。そのためには、下調べができるものであれば下調べをしましょう。例えば、まちづくり、株式会社さんに、話を聞きたいということであれば、今はホームページを調べて、まちづくり株式会社というのはどういう株式会社なんですよということなどを調べることもできます。それから質問する項目、は、これは事前に整理しておきましょう。なぜ、取材するのか、この取材のポイントは何かということを考えて、個別のテーマをきちんと整理しておきましょう。で、整理しておくことによって実際に取材するときにはそれを見ながら話を伺えば、取材漏れを防ぐことにもできます。さあ、それでは今度取材に入ります。尋ねると人が曖昧に尋ねると答える方も曖昧になりがちです。ですから尋ねる方が明確にはっきり尋ねましょう。取材が始まりました。取材相手と会いました。挨拶します。それから最初に、取材相手のお名前、それから年齢、肩書きなどを確認しましょう。名前は記事にするときには漢字で書きますから、漢字もきちんと教えてもらいましょう。そして忘れがちですけども、名前の読み方をちゃんと確認しましょう。これはイベントなどの取材をするときの場所の確認も同じです。その場所が何という名前なのか、住所はどこになるのか、それから企業や団体グループなどを取材するときにはグループの名称か代表者の氏名、メンバーが全部で何人いるのかなど、こういう基本的なことを忘れずにまず最初に伺ってしまいましょう。あと、年齢を聞くとき、生年月日を、聞ければ、あとあと何回も同じ方に取材することになったときにも便利です。それからその次、なぜ今日は取材に、をさせてもらうのかという取材の狙い。簡単に説明します。取材を効率的にするための基本ですね。こちらが何を知りたいかということを伝えることによって相手の方も、話しやすくなると思います。それから取材、質問に入るんですけども、この時に、あらかじめ質問項目を整理しておきますが、それに基づいて尋ねますけども、重要なこと、取材のポイントに近いもの、大事なことから、尋ねていくようにしましょう。例えば、まちづくり株式会社というのはどういう会社なのかという記事を書こうと思った時に、なぜ作ったのですかとか、今何をしてますかというのが大事な質問になります。その次に、将来は何をしようと思ってますかというような順番になっていくかと思います。それから、取材の中で固有名詞や数字が出てきたときには、
これは絶対に間違ってはいけない情報なので、何度も確認してください。例えば、会員のなんとかさんが今頑張ってますよというような話になった時に、このなんとかさんのお名前は何、どういう字を書くのですかとか、おいくつか分かりますかとか、この間その方は絵を100枚描きました、100枚ですねというように、固有名詞、数字、これは十分に確認してください。それからどんな取材にも言えることなんですけども、取材の時に、せっかくお話ししてくれるんですけども、自分が理解できないもの、わからないものが出てくることがまあまああります。例えば、なんとか計画というのを今考えてますと言われた時に、そのなんとか計画だけではよくわからない、何をしようとしているのかわからない、すいません、その計画は具体的にはどういうことを考えていらっしゃるんでしょうかというような、自分が理解できるように、重ねて教えていただく。理解できるというのは自分が頭の中でイメージできるようになるまでということだと考えてください。それから質問の仕方なんですけども、考え方としては、相手に、取材相手にたくさん話してもらう。で、聞く方は非常に短い、ければ短いほど話していただくことが増えてくることがあり、ことになります。例えば、雪祭りの狙いは町民の健康増進とにぎわいを作ることですねと、そこまでこちらが尋ねてしまうと、相手ははい、いいえというようなこう簡単な言葉で終わりかねません。そうではなくて、雪祭りの狙いは何ですかと聞くと、相手が、まずは町民を外に出てきてもらうことです、にぎやかにしたいんですというように、話してくれることになります。具体的にそうしてそのように話してくれると、記事の中でコメントとして使うこともできます。これから尋ねるときに、否定形を使わない。尋ねる方が自信がないときにありがちなんですけども、雪祭りの狙いは、町の人に喜んでもらうことじゃないですよねと、その持ってもらったような言い方をすると、相手がどう答えていいのか分からなくなります。狙いは何ですかと担当直入に簡単に聞きましょう。素直に聞きましょう。まあ、以上が大体基本的なことです。それから、まあ、これはコツの中のコツということになるんですけども、取材するとき、相手の顔を見ながら、できるだけ顔を見ながら取材しましょう。話を聞いてメモを取ることに気を取られて、自分の手元ばっかり見がちにですが、それだと相手も、下の方を向いてしまいます。で、時々、顔意識的に顔を上げて、で相手の表情を見ましょう。言葉以上に表情がものを言うこともあります。あ、この人はこのイベントに自信を持っているんだなとか、今日開催できて本当に嬉しいんだなというようなことが表情から分かります。それから、これはちょっとイレギュラーな話ですけども、時々声が極端に小さい方、
逆に極端に大きい方がいらっしゃいます。そういう時に、もっと大きい声で言ってくださいっていうのも、まあ、方法ではあるんですけども、それご注文がつけづらい場合もあります。そういう時には相手と同じ声の大きさにします。大きい声の人には大きい声で、小さい声の人には小さい。そうすると不思議なもので相手がパッと気がついて、より聞きやすい声に大きさにしてくれます。それから、3つ目、子供たちに話を聞くこともあります。その時には必ず、親や保護者、それからスポーツチームやサークルなどの時には、指導者の了解を得てから、話を聞きましょう。そうしないと、なんだあいつうちの子供にというような誤解を招く気かねません。まあこれも習慣づけた方がいいと思います。それと取材が終わったら必ず、お礼を言いましょう。あと今日の取材が、この後どのように記事になるウェブになるというのが分かっていれば、それも伝えるのも親切ですね。1週間後にアップする予定ですとか、15日発行のミニコミ誌でご紹介しますというようなことをお伝えするといいでしょう。それとですね、ここには書いてないんですけども、一番最初の相手の名前などを聞くときに、差し支えなければ電話番号も教えていただけますかと言って教えてもらえると、後々、聞き漏らしたことがあったときなど補足取材をするときにも便利です。それから、写真について一言、記事と写真はまあつきものなんですけども、写真を撮影するときのコツ、基本的には何を写したいのか、何を見てもらいたいのかというのがはっきり分かるように撮るのが大事です。だから、被写体にもう一歩近づきましょう。人間のなら、全身を、の他に上半身、それから 顔のアップ、を撮るような心構えで、それから人を撮る場合ですけども表情を意識しましょう。ただぼさっと立っているよりはにっこり笑ってた方がいいですし、何か話をしてもらえばさらに表情が豊かになります。だから写真を撮る側が話しかけながらシャッターを押すのも一つの方法です。その時に、取材に関係あることを聞くのもいいですけども、全く関係ないことを聞いてもいいんです。その時には例えば取材を受けるのは緊張しますかという言葉で、いやそんなことないですと言えば、その言った時の表情は和んだいい表情になると思います。あとこれは荒技でもありますけども、これはまあやらせですが、自分の方を見てあいうえおとこう話して、そうすると口元が動いて話をしているような写真、見かけの写真になりますが、まあこういうことはまたあんまりないと思います。それから、写真を撮るとき背景にも目配り気配りしてください。取材相手の仕事場ですとか、店の紹介だったら店舗の店の中の様子、あとイベントだってあれば会場の様子が、まあ、背景でも分かるように、
意識しましょう。そのためには写真を撮る相手を、すいませんこちらに立ってもらえますかと言って動かすことも必要です。それから、カメラでだいたい立って撮影するときは、相手の目の高さと同じぐらいにカメラを構えることになると思うんですけども、例えば近くにある椅子を借りてその上に乗って見下ろすような感じで写真を撮る、これは展示会場で話を聞いたとき、展示してる作品も一緒に写真の中に写し込もうとしたときなんかなかなか効果的です。奥行きが出てきます。大勢を一緒に撮るときなんかも使える方法です。あとこれは便利グッズあったらいいなと思うものなんですが、一つは鉛筆またはシャープペンシル。普段ボールペンやサインペンなどでメモを取ることが多いと思うんですが、外で取材して雨や雪に、紙が濡れると、ボールペンは書けなくなります。その時に使えるのが鉛筆ですね。これは意外と重宝します。それから、西暦と元号を照合できるもの、西暦に換算することで、年齢だとか、今年で、会ができて何十年のちょうど節目ですねとか、数え長さを測ることが容易になります。あとその載せるもの、掲載するものの約束ごとで西暦に統一しましょうとなった場合など、取材する方はあれは昭和何年の話だよと言われた時に、西暦に置き換える必要も出てきます。それから3つ目、資料をもらうことがよくあります、取材先で。これは記事に間違いがないた間違いはないようための原稿を書くときに大事な情報になるんですけども、これを挟めるようなクリアファイルを一つ二つカバンの中に入れておくと重宝します。で、そのいただいた資料を目の前でファイルにしまうことによって、資料を出した方もなんとなく安心します。邪険にされてないなと安心してくれます。4番目電卓、意外と取材しながら計算が必要になることがあります。これもあると便利です。それから小型のテープレコーダー、メモ書きに慣れてない方、聞き漏らしがあったんじゃないかなと心配する方などは、すいませんちょっとテープレコーダー使わせてくださいと言ってレコーダーを使うのも方法です。街中記者の方とはにはあまり関係ないと思いますけども、言った言わないというようなデリケートな取材の場合なんかにはテープレコーダーっていうのはさらに威力を増します。それから、デジタルカメラ、スマホなどで写真を撮ると思いますけども、予備の電池を持ちましょう。それからメモリーカードの予備も忘れず、
実は写真撮ろうと思った時に使えなくな、使えなくなると、また出直してこなきゃならなくなります。相手にも迷惑がかかりますので予備は用意しておきましょう。だいたいこんな感じですね、心構えは、それで、じゃあ実際に取材がどうなるのかということで、ここで模擬取材をしてみたいと思います。塚田さん、その前にですね、ちょっといくつか質問が来てますので、はい、質問にお答えいただきたいと思うんですが、ですね、質問のその1がですね、はい、質問の答えによってですね、はい、テーマを起動する修正することもあるんでしょうかと思ったんですけども、それはあると思います。はい、より興味のあるテーマが出てきたらそちらに変えて、構わないと思います。はい、その辺は臨機応変に、はいはい、自分が知りたいなと思うことを聞きましょう。はいはい、あとメモ取りでですね、取材対象の方とその会話をしている中で、はい、なかなかメモ取り忘れてしまいそうだっていう質問というかご感想もあったんですけど、何か工夫とかありますか？これはね、慣れとね、あうんの呼吸なんですよね。慣れとあうんの呼吸。あ、すいません、ちょっとそこだけちょっとメモしておきますからと言って時間を止めるのも一つですね。なるほどですね。あとは、まあ、はい、強いて言えば、その進行を自分でコントロールするように、うん、なんとかなんですか、あ、そうですかって書いてる時間も向こうはそうなんだなと納得するようなそんな進行にする、雰囲気を作っちゃう。なるほどですね。あとですね、塚田さんがこの方はインタビューうまいなと、まあ記者というよりも多分これアナウンサーとかになってしまうんですけども、まあそういう方がもしいれば教えていただきたいんですが、うまいなと思うのは、あれかな、ダメだなと思うのは最近の黒柳徹子ね。相手に話させないからね。テレビ局はね、だいたい喋りすぎですね。そうすると、特にスポーツ中継のヒーローインタビューなんかは、なかなか選手の方が答えづらい場面も多く見受けられますね。誰かいるかな。すいません、考えときます。はい、じゃあもし思いつかれましたら、はい、他に皆さん質問はありますかね。直接話していただいても結構ですし、はい、チャットでも結構ですけども、まだ時間はありますんで、また改めての取材質問でも結構です。そしたら、すいません、模擬取材ということで、お願いいたします。はいはい、ね、じゃここに椅子持ってきて座ってもらえますか？あ、いいですよ、はい。それではこれから模擬取材をします。模擬取材のテーマは、当別まちづくり株式会社が、今年発行予定している当別商店街通信の狙いについてです。それで当別まちづくり株式会社の担当の方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。すいません、最初にお名前を教えていただけますか？加藤と言います。佐藤さんは人間に左、あ、そうです。藤の花の藤、はい、立つはどんな字ですか？立つ座るという規律の字です。この人も立つさん、はい、はい、おいくつですか？41です。41、はい、
東別まちづくり株式会社のどういう立場になるんですか。今はここの、うん、この拠点の、はい、旧金融の口が出てるここの事業の、はい、まあ、事務局担当と、ね、中金与米口、呉服店を使った事業、はい、の事務局。そうですね、事務局ね、はい、この失礼します、本業は他にあるんですか。本業はですね、はい、この近くにもう一個小さい会社があって、はい、ゴルフの室内練習場を。室内練習場を経営してる、はい、ここが弥生町で、あ、弥生で、うん、すごい、ゴルフ場で。園尾という、ここから、園尾っていうところから、多分歩いて3、4分ぐらい行ける。園尾ってどんな字を書くんですか。園尾は田園の園に生きるという字ですね。田園の園に生きる、園尾のゴルフ場。はい、見ました。ここの事務局の仕事はいつからやってらっしゃる。ここはこの事業自体が、うん、8月ぐらいから去年の8月ぐらいから始めて、だいたいそれぐらい。なるほど、事業開始から、はい、はい、それで、まず東別まちづくり株式会社について教えてもらえますか。株式会社がそんなにまだ詳しくないんですけど、できたのはできたのが2003年ぐらい前ですね、はい、平成29年ですね。平成29年、はい、2017年ですね、はい、はい、設立の狙いは何だったんですか。設立の狙いのところは、うん、何でしたっけ。商店街の活性化、はい、商店街の活性化とか、空き地空き店舗の活用とか、うん、まあなんかこう、東別のものをうまく売り出していこうとか、うん、なるほど、まあ、地域全般の応援的な、はい、なるほど、うん、地域全般の応援、はい、はい、まちづくり会社の代表の方は、辻野さんですね。辻の四つ辻の辻に野原のの三髄の三髄に告げる、はい、そうです、広志会長、社長、そうです ね、 ですね、はい、辻野さんと、あと、はい、松岡さん、松岡は木辺の松に岡山の丘に、はい、下の名前は良い悪いよね、良い有料の良、はい、はい、なおという、垂直の直、あ、ちょんちょんちょんっていうの、お章の章、あ、そうです、はい、よし、なお、よしなお副社長、はい、そうです、はい、で、この辻野さんと松岡さんは、うん、商店街の辻野さんが、うん、ちょうど米口さんのところが、うん、中央通りっていう商店街と中央通りっていう2つの商店街の交差点なんですけど、辻野さんが中央通り会の会長、うん、商店街の会長、はい、で松岡さんが本通り振興会という本通り商店街の会長、振興会の会長、はい、なるほどね、商店街の有志の方が作った会社と、そうですね、いうことですね、はい、わかりました。これまでに3年余り経ちますけども、これまでどんな取り組みしてますかね。特別あの駐車場の管理だとか、なので特別大きいことはまだ、うん、なるほど、なるほど、毎年グランドデザイン的なものは、うんうんうん、なるほど、うん、じゃあそのここの米口さんを使った取り組みっていうのが今一番のメイン。そうですね、うん、ここではどんなことやってます。ここはですね、まあ、この場所が2019年の9月にもともとあった米口、ニューインドファッション米口という、この服飾のお店が閉店をして、でそれから1年ぐらい閉店しているところなんですけれども、この場所にクリエイターの方に、
まあ、常駐というかケアアトリエの形で使っていただいて、うんうん、貸しアトリエ、はい、はい、それで、まあ、それぞれの活動をしていただきながら、うん、持っているスキルを使って地域を、うんうん、この商店街を利益にするというか、貸しアトリエは先ほど見せていただいたけど3件、ね、3箇所、うん、で、3つとも埋まってるんですか？3つとも、はい、はい、今、常駐の方が3人いらっしゃって、はいはい、それ以外に、はい、月に1回1回ある教室をやられる方がいらっしゃって、はい、あと、受付業務兼任という形で、はい、来ている方がいるので、はい、なるほど、全部で5組なんですね。5組が利用、はい、アトリエはどんなものを皆さん作ってらっしゃる？今いらっしゃるのは、お一人は染め物、染色作家の方で、染め物を、染め物、はい、はい。で、あとお二人はイラストの方ですね。イラストとか、油絵を描かれたりとか。はい、はい。皆さん、もともと町の中の人？お一組、その受付兼任の方だけ、町内に住まいだった方、その方はドライフラワーの高さなんですけれども、それ以外の方は皆さん、町外からですね、札幌から札幌から3組と、月1回、2回いらっしゃる方は北広島の方、油絵とかイラスト描かれるお一人は、こちらに引っ越していらっしゃったので、今は。なるほどね。はい。ですか。で、その、町の外から、人を呼び込む、まあ、拠点にもなってると。そうですね。とりあえず、アトリエはそうですね。まあ、こことしては、その、町内の人口を増やしていこうとかというよりは、商店街に人が出入りするようになるほど、なるほど。まあ、なるほど。本当は町内に住んでから近いかもしれないですけども、札幌から帰ってきていただいて、なるほど、なるほど、で、それからさらに今回のこの、ウェブ版当別商店街通信ですね、はい、ウェブ版通信、これはいつから始める予定ですか？これは動き出したのが11月ぐらいですね。GoTo商店街という事業をしたりして、それが採択が決まったのが11月ですね。これ国の事業？国の事業です。コロナ対策ですね。いろいろある GoTo の中で。なるほど。で、交通商店街を利用して、そうですね、事業規模なんてな、交通商店街の部分で総額で1200万円、おお、そうですか、はい、はい、で、具体的に、商店街通信、商店街通信、GoTo商店街の中の、まあ、一部の、ああ、なるほど、なるほど。一番大きいのは、毎年中央通りと本通りを出た、つるしびなのイベントが3月にあります。何のつるしびなって、ひな飾りなんですけど。つるし。はい。つるしびな。ひな飾りの中でも、静岡の伊豆の稲取のつるしびなの、町内で作ってる方がいらっしゃって、稲取ってどんな字ですか？海辺の稲に取る、取捨選択の取るですね、取る、はい、はい、で、そこのつるしびなを作ってる方が町内にいらっしゃってますけど、グループで作っていて、それでもう7、8年ぐらい毎年春に商店街の各お店に、つるしびなを飾るというのをやってまして、7、8年前から、今年で8回目ですね、はいはいはい、今年2020年、21年ですね。あ、なるほど。2021年で8回目。はい、町内在住の作ってるのは、ね、町内の方ですね、ほとんど。女性軍団というか、女性たちが。女性が、どういうきっか
かけで、いつの、もともと青柳さんっていう一人の方が、はい、始められたので、うん、まあ、そこからその、うん、その方がすごいこうエネルギッシュな方で、うん、こう仲間が広がっていって、方がどんどん増えて、で商店街で飾り始めて、それもストックも飾るのが増えていって、で今は、うん、漆と一緒に、ひな壇を出してくださったりとか、うん、昔の古道具を一緒に飾ったりとか、20店舗ぐらい、何が言いたいかなと思います。っていうのがあって、漆ひなってどんなものですか？大きさの中にもあるんですけれども、大きさでいうと上に、まあ、これぐらいの輪っかがあって、でそこにこう何本かこう紐がついてて、そこに道具とかいろんな人形がついてるんですね。直径、かなり直径20センチぐらいの輪っかの下にこう、木の輪、昔の木だったと思います、プラスチックっぽいですけど、あのなんか紅白の、輪に、下に糸がこう、糸を垂らし、5本ぐらい垂れてて、そこに何個かこう、飾りが載ってる。これ、紙の人？あの、古着をこう切って使って、ああ、絹で、全部絹でやってますね。人形。人形ですよ。ああ、古着で作った、作ったひな人形をぶら下げる。この鏡がひな取りの下ですけど、その代理様がいたり、お姫様がいたり、三人間種類も結構いっぱいあって、それぞれ言われが書いてあるんですね。そうなんだ、面白そうですね。それからそれずっとやっていて、それで、ここであのクリエイターの方が入っていただいたので、まあ、次のステップということで、クリエイターの方が作る作品とひな飾りとこう一緒に展示するイベントにしてみようかっていうのが一番この交通商店街のメインで、なるほど。春松北のひな飾りっていう名前なんですけれども、それかけるアートっていうことで、春松北のひな飾りかけるアート、春は季節の春、松、松は待っているの松、北は南北の北、ひな飾りはひらがな、ひな飾りは漢字、ひなと飾り、ひな飾り、漢字で送り仮名がりだった。ああ、そうですか。ホームページにも載ってますね、きっとね。それが一番メインの事業で、それに合わせて生涯からも現代アートの方が参加していただいて、写真も撮ってますけど、これはすでにもうやってることなの、それとも今年初めてやる？アートとのセットは今年が初めてです。これやっぱりその店先で？そうですね、お店によっては、店先にひな飾りをつるすのと一緒に作品つるしたっていただくところとか、あと一番大きい作品だと、このそばの滝の湯さんという銭湯で、浴室の中に飾る大きい絵を描かせていただいて、面白そう。銭湯、滝の湯、滝の湯、三水の滝、三水の滝、滝川の滝、そうですね、にもはひらがな、もはどちらか、ひらがなか漢字かというの、なるほど、滝の湯の浴室の中に大型の、これはそこに入っている浜地さんというイラストの方が絵を展示する、予定、これはいつ頃になりそうですか？1月の30から2月の14の期間、なるほど、もうすぐですね、なるほど。これは強盗商店街の一番メインメイン、でこの街中記者というのは商店街通信、そことちょっと絡むんですけれども、神戸町内で町内向けの情報がこうまとまっているところというのはあんまりなくて、東信の石狩当別版はあるんですけれども、割と石狩市の情報が多いですし、町内、本当町内の情報って新聞折り込みか、月1回の町の広報ぐらいしかなくてですね、
だからそこであと各お店でホームページを作ると言ってもその後に時間が大変なので、なんかこう情報を集約する、この機会に作れないかなと思って、ただそれをコンスタントに維持していくってのはなかなか大変なので、いろんな方に記者記事を書いていただけるような空間が作れないだろうかなっていうことは言われた。それでいろんな人に書いてもらう。記者の様子とカメラマンの様子と2つの方法。でこれが記者養成講座、カメラマンもやってらっしゃる。カメラマンも今、はい、同時並行で。ああ、なるほどね。3回シリーズ、計3回ずつ、はいはい、それぞれ参加者どれぐらいですか？10人ずつぐらい。10人ずつ、はい、あ、僕の関係で全部オンラインになってしまった。ああ、はい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 、ね、どうですか、その見てて、その参加者の反応は。あ、そうですね、うん、カメラマンの方は、前2回目があって、実際にこう撮った映像を、こうみんなに映して、講師の方が、アドバイスするっていうのは。ビデオのカメラ。あ、そうです、そうです、映像、動画ですね。スマートフォンで撮る前提で、それを皆さんに撮っていただいたのを、講師の方がコメントするって。なるほどっていう話が結構、なるほど、そちらはこの次に、こう一本作品を作ってるとか、なるほどね、参加者も大いにやる気満々という感じ、あとは、地域包括支援センターって高齢者の方の支援されてるセンターの方も今参加されてて、地元の方との聞き取りをしたりとか、何かこう情報発信のネタを書くときなんかの仕事の参考になるというか、そういうので参加されてる方も、職員の方、ええ、なるほどね、実際にこの商店街通信始まるのはいつ頃になりそうですか？紙版はもう出ていて、ウェブ版は形は、サイトはできていて、もう記事も用意ができているので、あとは順番に上げていくだけなんですけど、今若干滞っていて、まあ、もうぼちぼち上げたいな、2月にも、そうですね、いや2月に入る前には、ひなたたりが1月30日に始まるので、まあ、それを考えると、なるほど、品飾りでね、これをやることによって、商店街にどういう変化が出ればいいと考えます？この、記者養成セミナーが直接ということではないんですけど、全体のイメージとしては、私考えているのはこう、商店街に、昔はこう買い物をするのがメインの目的で商店街に入られたんですけど、やっぱりこういろんなお店があったり、大型店舗があったりとかで、なかなかそこだけでこう生き残っていくのって難しいと思うんですけど、その代わりこう、知り合いの店から行くとか、買い物のついでにその店の方とちょっとお話をしていくとか、お茶を飲んでいくとか、まあ、そういう世界があるので、誰かがいるから行く。人に会いに行くような場所っていうのが、地域の商店街の一つかなと思って。人に会いに行く場所ね。物を買いに行く場所から会いに行く場所、かっこいい。そうすると、例えば今いらっしゃってそのクリエイターの方とかも、例えばこう、まるまるさんの作品好きで、まるまるさんいるからついでにやってみようかとか、そういう形でこう、会いに行く対象になる方かなという。ね、東別人口今1万5000でしたっけ？まあ、そうですね、6000切ったので1万5000万ぐらいでしょうかね。なるほどね。人口は減る傾向。人口は減りますね。札幌のすぐ隣で、だけども。そうなんですよね。なるほどね。まあ、ただ、増やす
捨てばいいというものでもないので、まあ、もちろんそのヘッドンドア切っていくと、商売の商売になっちゃうので、そこは問題ですけれども、札幌に通える距離にありながら、適度にゆったりした距離感で、ゆったりした時間が流れてる街っていうのが、一つのこう魅力になり得るのかなと。なるほど、なるほど。私もしばらく札幌に引っ越してから札幌に通ってましたけど、まあ、1時間は1時間ぐらいかかりますけど、絶対座れるので、結構楽なんですよ。なるほどね。JR で愛の里ぐらいに行くと、何ぐらいかと座れなくなるので、十分通ったら、もし仕事が札幌であれば札幌に通って、暮らしはどうですねっていうのそのゆったりした時間の流れる街の魅力なんかも合わせて発信 したいということですかね。あとそうだ、あの一個のクリエイターの方をっていうのは、ね、これはあの私の中だけなんですけども、思ったのが一つが、よくこう地域の魅力発信とか、割と行政したりやったりするんですけど、まあ、大抵あんまりうまくいかないというか、なかなかうまくいかなくて。で、人のこう心を動かすとか、物を響かせるのが一番得意な人というか、専門家って誰かなと思ったら、それってやっぱアーティストとか、作ってる方って、人の心を動かすのが、そういう方の方なので、そういう方が、しかも当時を気に入ってくれたそういう方が、いろんなところに住んでる街になったら、なんか、自然の魅力って伝わってくるんじゃないかなと。なるほど。なるほど。そういうそのクリエイターの受け皿作り、そうですね。ね、そうですか。情報発信っていうのはね、今これからの時代一番大事なことになると思うんですけども、町の人たちが総出で。やるってのがいいですね。まあ、なんかそういう形になってければなぁと思います。まあ、なかなか簡単な話ではないんですけども、はい、わかりました、ぜひ出来上がり楽しみにしてます。どうもありがとうございました。はい、以上です、はいはい。という感じでやります。はい、塚田さん、また質問が来ておりまして、はい、今のやり取りの中です、ね、今はあの佐藤さんにインタビューしていただいたと思うんですけども、はい、佐藤さん以外の別 その情報源の方にですね、はい、確認をすることが、まあ、あると思うんですけども、どのくらいのその程度の深さまで、確認が必要になってくるでしょうか。まあ、これトピックスというのはちょっと違ってくると思うんですが、まあ、記事の狙い次第でしょうね。例えば今佐藤さんに聞いた話をもとに私がこれから書くとしたら、そのまずこういう事業が始まりますよと、始めようとしている人たちの願いはこういうことですよと、ちなみに事業費は1200万、事業費のを書くことによって事業の規模が分かる、だから現段階ではこれで十分かなとは思うんですけど、ね、そのまちづくり株式会社の人たちのお話だけで、例えばこの話がさらに進んで、町内にこれを受けた新しい動きが出てきたとか、移住者がどんどん増えてきたということになると、場合によっちゃ役場の考え方が出てくるかもしれない。移住者のための行政の支援が出てくるかもしれない。それから生活環境整備で、例えば町の不動産業界に動きが出てくるとか、まあ、いろんなことが出てくる。で、その時にはその新しい動きについて一番詳しい人に伺えばいいと思います。
はい、ありがとうございます。次の質問ですけども、はい、今20分ぐらいですかね、佐藤さんにお話伺ったの、はいはい、これをその実際その記事にしたらですね、はいはい、ボリューム的にはどのくらいになるんでしょうかと。いや、あのね、取材時間と記事の長さは直接はあの関係しないですね。まあ記事に必要、だいたい記事のボリュームが最初にあらかじめ想定されてて、それに合わせて取材をすることが多いと思うんですよ、はい。だから今私がイメージしているものだと、新聞の原稿のスタイルにして40行から50行、文字数にして400字から500字ぐらい、400字から500字ぐらい、になるかなと思います。はい。これ今20分ぐらいのお話でかなりボリュームあったんですけど、それでも大体原稿用紙1枚、400字程度には収まる。伺ったことを全部載せると何を言ってるかわからなくて、だからその中からピックアップして書くんだけども、ただ下地背景は当然知っておかなきゃいけない、はい、書くとき何が大事か、何を優先するかということを判断するためには知っておかなきゃいけない。はい、なるほどですね。皆さん他に質問はいかがでしょうか。あの直接話しても大丈夫ですし、チャットでも大丈夫ですけども、よろしいですかね。とりあえずまだ時間はありますので、また後で質問いただければ。じゃあ、 塚田さんにまたお戻しします。はい、それではじゃあ今、時間大丈夫？大丈夫です。はい、じゃあ今聞いた話をもとに、模擬原稿を書いてみましょうか。見出しを考えましょうか、最初に。買い物の場から出会いの場イメージかなと思います。はい。それでまたパソコンがいるって考えるか。あ、違うな。押すとこが触るとこ違った。当別町の商店街ににぎわいを取り戻そうという取り組みが始まった行列まちづくり株式会社が新規事業で、
伊豆の吊し感じかな。ちょっとまだね十分に寝れていないんですけども、合言葉は買い物の買い物のあ ということで、この後は、この後に、今計画していることなどを、さらに細かく、内容を紹介していくということになりますね。消えたったら怒られますか。少し寂しい。かつてのyou
型店の進出などもあり、交通事業は、これは去年から始めたんでしたっけ？11月ですね。あ、そうか。はい。はい。昨年11月からは、事業を利用して、
新規、事業と計画、一つが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、171、172、173、174、175、176、167、178、179、190、171、172、173、
あ、まだ行った。なんでだこれ。あれ。例えばこんな感じですかね、まあ、ざっとした感じですけど、トベッチャード商店街ににぎわいを取り戻そうという新たな取り組みが始まった。東別まちづくり株式会社企画中新規事業で伊豆の吊るし火のクリエイターの合同イベントやウェブを使った商店街通信の発行などを準備している。買い物の場から出会いの場へを合言葉に新たな魅力づくりを目指す。1万5000人が暮らし、大都市札幌に隣接する東別町だが、JR 石狩東別駅前の商店街は、大型店の進出などもあり、年々人出が減る傾向、人出の出が違うのか。人が出る方向けだ。まちづくり株式会社はそんな商店街ににぎわいを取り戻す2017年の商店街の商店街になっている。
代表が設立、弥生の旧呉服館は呉服店舗を利用した貸しアトリエ事業などを行ってきた。昨年11月からはコロナウイルス対策で国が実施する GoTo 商店街事業を利用して新規事業を計画。一つが春松北の石縄飾り事業。1年前から商店街の店頭を飾る豊洲港と町外のクリエイターの作品をコラボさせて町民に楽しんでもらうもの。1月30日のスタートを前に町内の銭湯の浴室には大型作品も登場し、町内の女性グループが手作りする吊るし火のも出番待つ。もう一つの事業がウェブ版の商店街通信の街中記者と銘打って、町民のボランティア記者とビデオカメラマンが町内の話題や地域ニュースを発信する、発掘する予定だ。街中株式会社の佐藤達さんは記者とカメラマンの養成セミナーを開いているが、参加者の反応上々、事業を通して買い物ついでに馴染みの人に会いに行く商店街にしたいと期待している、というような感じになりました。まあやっぱり最後の部分ですけども、コメントが一言入ることによって絵が、少しは身近になると思います。あとまあ欲を言えば、吊るし火縄のグループの女性の一言だとか、養成セミナーに参加している人の声なんかがあってもいいかもしれません。こんな感じですかね。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。質問とかもしありましたらぜひ。塚田さん、第3回目のですね、はいはい、講義なんですけども、はいはい、宿題があるということで、はい、塚田さんからちょっとお話してありますか。はい、はい、それではですね、来週最後のお会になるんですけども、1回2回と私の話を聞いて、で、実際に取材と原稿書きをしてもらいたいと思います。テーマは私の好きな店、当別の商店街の中でお気に入りの店、どこか一つ決めて、でぜひ、紹介する記事を書いてください。ボリュームは、500字ですね。今塚田さんが書いていただいたぐらいのボリュームですかね。これそんな多分そんなもんだと思うな。でね、なぜ好きなのかということと、それからなぜ選んだかですね、なぜここに来たのかということと、それからその店の人、店主なのか売り子さんなのか、必ず、登場させてください。それからとね、店の歴史を少し書いてもらうと面白いかなと思います。実はうちはまだ10年しかやってない新しい店なんだけど、こんな声に励まされてやってきてるんだとか、ちょっとうちはもう100年になるんですよという、100年前から人気なのが、2代目が作った、初代が考案したなんとか餅なんですとか、そんな読んでいきたくなるような、そんな原稿を、書いてみてください。で、その原稿を塚田宛にメールで送ってください。事務局の私にいただいて、私から塚田さんにお送りする形ですか。はいはいはい。で、その来週のセミナーの場で皆さんからいただいた原稿を、
少し、ドレスアップしたいと思います、ね、締め切りは、来週は24日が講座ですので23日前日でも大丈夫ですか、ね、はい、じゃあ23日前日までに、まあ、あの好きなお店、当別町内のですね、まあ、当別町内が難しければ皆さんのお近くのお店でもいいんですけども、そちらに、まあ、お話を、今回の授業用にちょっとお話を聞かせてくださいという形でも、まあ、それが一番いいと思いますね。あとは、お店が難しい場合には、ちょっと他の方にインタビューとか、それでも大丈夫ですか。はい。はい。ですので、皆さん、ぜひ、あの、多分記者の、あの、仕事というか、当別町中記者の第一歩になりますので、ぜひ、ちょっとですね、振るって書いていただいて、宿題をお送りください。あと何か注意事項あれば、ということで、皆さんの書いて送ってくれる原稿が、面白かったらそのままホームページに載せてもらえるんじゃないかって気もするんで、それは非常に良いですね。はい、非常に良いです。あ、菅さん、肝心なこと、写真は必要ですかね。あ、写真もぜひつけましょう。はい、はい、写真もぜひ皆さんつけてください、はい、メールはですね、事務局のサイトの宛名を書いてください。ファイルの形式は何でも結構ですし、500字なので、メールに時間打ち、ベタ打ちでも全然大丈夫です。私の方で直して、草田さんにお送りします。はい。このところですかね。はい。皆さん、他に質問、宿題に関する質問とかありますかね。大丈夫ですか。なかなか、プロの方にですね、文章を見てもらって、検索していただきたいって、あんまりないと思うんですね。まあ、今回の講座の特徴でもあるんですけども、ぜひ皆さん、まあ、1週間という期間で短いかもしれませんけども、ぜひ、振るって取り組んで、質問とかはですね、授業終了後もですね、私やっていただければ、講師の塚田さんにお渡ししますので、振るってお願いいたします。よろしいですかね。そしたら、ちょうど時間にもなりましたので、第2回のですね、町中記者、養成セミナーを終了いたします。塚田さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。